工具も、いえ、工具だからこそ厳しく取り締まるべきです。風紀委員の腕が鳴りますね。混沌が混沌を呼ぶとはこのこと。番長豪具、逃げている間に配下の豪具をありったけ集めて待ち構えていたんですね。たくさんの豪具が暴れて校舎が壊されていってるのです。それすなわち盟友と書いて友と呼ぶ。言っておきますが、この事態はあなたが引き起こしたんですからね。まあ発言内容には同意しますが。見てください、番長豪具がどんどん大きくなっていくのです。あれは番長豪具が自分の配下の豪具の正気を吸収しておるのか。まずいです、番長豪具が大きく、そしてどんどん強くなっていってる。あんなに大きく強くなったら歯が立ちません。先輩どうしたんですか。まだ手はある。あ、そうなの、主ちゃんの謎の力があったの。謎の力？先輩の正気を払う力で花子たちを強化してくれる。なるほど、それならあの番長豪具にも対応できるかもしれませんね。おお、これぞまさに闇と光の均衡を崩す力。なんだかよくわからないけど、これこそ本当の友情の力ってやつね。友情？花子がまだ知らない力です。さあ今度こそ最後の勝負だね。覚悟しなさいよ番長豪具。みんなで行くのです。はい、
ありがとう。助かりました。やい、あいた、それ素晴らしいですね。ありがたや。そんな、素晴らしいですね。大勝利ですよ、主様。さすが私たちですね。ありがとう。ありがたや。やあ、これすごいです。どれ、そんな、どんどん、素晴らしいです。すごいすごい、素晴らしいです。すごいだね。天の羽衣、感謝いたします。いいね、そんな、助かる。やあ、すごいだね。ご主人様、勝ちましたよ。私にかかればこんなものかな。でも花子もなかなかやるじゃない。そうですか。互いの力を見出した者たちの絆、いつ見ても眩しいものだ。では私は新たな力を探しに、いざ。ちょっと待ちなさい、ナタさん。あ、はい。あなたのやらかしが今回の全ての原因。お説教するから、ちょっとそこに正座しなさい。いかなる存在にも私は縛られない。わけのわからないことを言っているんじゃありません。まあまあ、おじゃろうきつねさん、ひとまずみんな無事に終わったのです。ナタさんもほら、ちゃんと謝るのです。まだまだ見物は続きそうだな。なんとも、酒が進むわ。クビー、終点当時さん、学内で飲酒は許しません。おって、飲酒とは何のことかな。とぼけても無駄です。その後ろに隠したものを出しなさい。あ、そういえば朝練の途中だったんだ。リボン回そうっと。綺麗ですね。なんともカオスなの。途中から僕らの出る幕なくなってたよね。あ、どうしたの、主様。え、何ですか、先輩。確かに花子の友達作りどころじゃなくなっちゃいましたね。でもこんな時まで花子のこと心配してくださってありがとうございます。でも今はみんなでこの学園を守れたことが、その…主君は何を言ってるの？いくら主さんでも今の発言は見逃せませんよ。そうですよね。花子が皆さんと肩を並べていいわけないですよね。すみません。もう、花子と私たちは友達でしょ？一緒にゴーグを倒したこと忘れちゃったの？
共に戦い芽生えた絆、それを友情と呼ぶのだろう。またあなたさんと意見が合うなんて。でも私も本当にそう思います。皆さん先生だってみんなと一緒に頑張ったのです。ということは私も花子さんのお友達ですね。何やら楽しそうな話じゃのう。どれ、その友達とやらにわしも入れてもらおうかの。主天道寺先輩も。まさかこんな面白いことをわし抜きで進めるつもりか。混ぜてくれんと嫌だぞ。そんな面白いかどうかはわかりませんが、花子はとっても嬉しい。それは花子が一生懸命頑張ったからなのね、アルジちゃん。まあ、僕らは実質何もやってなかったし。